宮田です。こんにちは。今日もいい天気。今日はとりあえずね、鍼灸院に猫兄の助け方を聞いてから温泉に入るというプラン立てで旅に出ましょうってな感じで、行ってみよう、やってみよう。あとね、なんか道中でね、集落とか村とかあるところはここに避難してね、みんなってお伝えしなきゃいけないんだって。人命って大切、伝えてこう伝えてこう、避難場所みんなに伝えてこう。やば、早速迷ったわ。クソ、出にくいなここ。この右側の雲侵食してきてんだ、やばい。ちょっと待って、宿屋で寝てる場合じゃねえんだ。ダメだ、もうちょっと宿屋で寝んのちょっと中止だわ。これやべ、寝るたびに侵食進んでんのか。わかる、昨日見逃したわ。一日吹っ飛ばしちゃった、やっちゃったな。そういうことなんだ。急げ急げ、ちんたら対比できないんだ。うわ、嫌だな、嫌いだ、追われてんのって嫌い。ダメだ、ちょっと急いでいこう。ぶっ飛び石使おう。バグバダルに飛びよう。心筋に用事があるから。ぶっ飛び石、ぶっ飛び、シュー、ぶっ飛んだよ。一旦状況を整理しましょう。はい、危ない。飛んできた記念にまたマイホームで一晩過ごすところだった。癖づいてるから、とりあえずファズスに会いに行こう。ファズスって生きてたんか、気絶しただけだったんか。なんだ、悪運の強い野郎だな。ファズスー、みんな普通に生活してんだね。ファズー元気か。いねえ、ファズがいねえぞ。そうだ、ここアンブロシスの研究室みたいなとこだ。ファズスは上に寝室持ってたんだ確か。あいつ、ファズスいるだろう。こっちのセリフ 100% です。そなたのポーンがここにいる。わあ、そうだろうとは思っていた。猫に拉致ってたんかお前、返せよ。ポーンは各社の生命力を受け、不死を保っている。うん、あ、俺の生命吸われてたんだ、知らなかった。そう考えているのでな。あと各社に様つけてもらっていいですか。さて、まずはお互いに情報の交換をすべきだろう。うんうん、何か聞きたいことはあるか。懇願してもらっていいですか。現在の状況を尋ねる。この世界がライオンの王様に聞いたからね。そなたが赤き竜と共に消えてしばし後、しばし後、海が舞い上がりこの空を覆った。カペペ、それからおよそ1ヶ月。あ、1ヶ月も経ったんだ。そなたも見たであろう。1ヶ月も寝てたんだねって顔してるね。やだ、空より舞い降りし竜が、うん、その牙と爪で、あ、ピンクリーゼントドラゴンね、食らっているのだ。ギャー、少し前にタクセン氏のルズが私を、ルズバーってあるか。ずっと霊体やったおばあちゃんか。彼女によれば、なるほどなるほど、どっかに実体おったんね。メルベ周辺、餌食となるのもそう遠い未来の話ではあるまい。あ、じゃあパー、自分のポーンについて聞くよ。偶然発見したのだ。あ、いや、それに関してはありがとうだよ。そなたのポーンだと気づき、ひとまず保護することに決めた。え、ファズスいいやつかよ。世界のこの変化について何か情報を持っているのか。あ、そういうこと、違うやろ。お前本当は優しいやつなんやな、俺気づいたで。だが何をしても目を覚まさ。何した、目覚まさへんなさとき、何をしてもって何したんって気になる。それはそなたならば目を覚まさせることもできるかもな。マジでモフモフした起きるかな。そうか、ならば次はそなたの話を聞かせてもらう。オッケー、何でも聞いて、知ってることやったら答えるで。そなたが来たのならば、うん、目も覚まさぬポーンからわざわざ情報を引き出す必要はどこにもないからな。まあね、本体が来ましたから。聞かせてくれ。はい、各社よ、そなたはこの1ヶ月もの間何をしていた。わかんない、寝てた。聞くと何してたんだ。気づいたら立ってた。赤き竜。あ、そうだそうだ、死んでたんだ。そこで謎の存在に語りかけられた。カプコンだよ。それが世界を知るものだ。んと書いてカプコンと読むの。何故そのようなものが海の奥深くに。多分海の、じゃ死んだら出会ったみたいなことだと思うけどね。そこはちょっと想像の幅を聞かせよ。ファって調べれんの。情報の提供に感謝する。優しいなお前、お金兄弟。そのポーンはそなたの好きにするがよかろう。
目を覚ますわの話だ。おい、縁起でもないこと言うなよ。大丈夫だよ、猫には起きるよ。そのために来たんだから。マスター起きた。何もしなくても俺が近づきゃ起きるんだよ猫には。ね、嘘寝してただろ。長い間眠っていたようですね。そんなことないよ。ですがもう心配はいりません。参りましょう。行こう。いる、この猫にここで寝ちゃってたイベント。いる、わかんない、謎。とりあえず猫に温泉入りに行こうぜ。俺たちって言ったらやっぱり温泉だろ。温泉入っても寝れないんか、寝たら侵食進むんか、それもちょっと調べるためにも寝ちゃうか。毒好きの食い消えんな。毒ちょっともう毒受けてる暇ねえんよ。毒受けたら寝なきゃ治んないから。温泉街まで歩いてく。あ、じゃあここにも赤いピヨピヨン出てるじゃん。そこ先行こっか。 GO！ 一旦温泉はお預けね。過去ファイターの頃の自分はどうだったかなと頭をよぎった。あ、猫に初めての喋りパターン。ウォリアーに職を変えた私にご期待を。おーおー、なるほど、ファイターから上位互換に来たからどうぞ。間に魔法使いになったこともう完全に忘れてるな、お前。かわいいやつめ。何これ、これどうしたらいい、これ触っていいのか、怖っ。みんな普通に生活してんな。あなたはここを通り抜けれる。なんで、大丈夫なんだ。ふう、通り抜ける。あ、通り抜けはできんだ。調べることができんだ。なん、どうなんのこれ。調べることから始めよう。いい、剣をかざすんだ。かざせかざせ。ビビるな、ビビっちゃう。こっち心で負けちゃう。ギャー、あれ、重いのか、ちっちゃい。なんだ、でっけえドラゴンかと思った。あ、違う、敵じゃない、ボスじゃないんか。壺みたいなのが落ちてきてたな。なんじゃ、どういう状況じゃ。戦いじゃないんか、違うわ。謎のドラゴンダセえ。なんだよ、そんなもんが天から降ってこんわ。生き物かと思った。空が落ちた。ファズさん、見たであろう、空が落ちたと表現できます、今の。空が落ちれば竜が現れ、うん、瞬く間にその地を喰らい。怖っ。え、やっちゃった。メルベの剣を見てそう推測していたのだが、やっちゃったってこと。あ、やったらあかんかった、罠やん。やっちゃうて。こたびは何か様子が違うようだ。滅びがこれから始まるというのか。違うんじゃん、いった止めれんじゃん、無理な。わかるかもしれん、この滅びの秘密が。ファズスさんは一番カプコンの手のひらで踊らされてる。岩の隙間から見えているのに。それからおのずと俺も行ける道を探して。わあ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。謎。落ちてきた竜のせいかいくつもの道が立たれています。あ、一本道、ボスだってことはボス戦。結構狭かったよねここ。なかなか手間をかけさせてくれ。一緒に戦ってくれんの、ハズさん。想定の範囲。あんた偉い人ですよね、とてつもなく。にたどり着けるとは思っていない。いらん、そのそんだけの情報の喋り量。怪我しちゃったってこと、今の落石で。何これ、わあ、ゴブゴブだ。魔物が、まさか。あ、そういうこと。これに呼び寄せられた魔物倒すだけでいいってこと。楽勝じゃん。ここ高台に登って。あ、怒っちゃった。なんでなんで、滑んな滑んな。ロックオン、ビャーン。はい、ちょろいちょろいちょろい。あれ、もうみんな倒しちゃってんじゃん。余裕余裕。あれ、相手しないの。このままじゃいけないの。どうしたらいいの。あれ、調べなきゃいけないってことだ。急げ急げ、時間は有限。うわーわー、ダメージ受けてそうなエフェクトで。ブギャー、助けて。近づいちゃダメなの。結局調べろって言われたから寄ったんだけど、寄って近づいちゃダメなの。どうしたらいいんだよ。なんで、え、ダメなの。もう一回やってみよう。うギャー、ダメだー。なんなん、どうしたらいいの。あの実証は比較的うまく、問題は次だ。何何、どういうこと。ファズさん、ファズさん寄ってみてよ。各社だからダメとかあるんじゃない。違う、待ってたらいい。もうモンスターいっぱい来る。あら、ファズさんについていったらいいのかしら。ついていきましょう。あっちこっちから魔物が来てるんだ。なるほどなるほど。イージーイージー。ぶっころだよ、ぶっころ。ロックオン、バシ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 。
66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 6
パズさ、毎回同じこと言うのね。また次行きましょう。ついていくわよ。ゴー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 。うわあ、蘇生する。誰か亡くならはってるな。はてなはてなはてな。知り合ってもない人、知り合ってもない人に奇跡は起こさぬ。ギャー、リザードマンがコロコロしてきた階段の上から。街中にモンスターがあふれ返っとるわ。いや、どここれ。目的地決まってんの？ここでいいの？ファズさん登るの遅いよ。いや、ファズさん死んだ？どこ行ったファズさん？あ、結構奥行っちゃってんだ先に。なんでなんで、早い早い。どういうルート辿ってんのこれ。こんな道あったっけ。すごい裏道みたいな。上登れんだ。うわー、大量のゴブリンがどこからともなく。わー、いてきた。何をしている、こっちだ。ちょ、ファズさん、さっき殺さなきゃ。ほっとっちゃダメだよ、町だからさ。ロコ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 ロ。手荒い歓迎だったな。そんな引き離し方ある？今ので最後だと願いたい。みんなファズさんと二人きりになっちゃった。行こうファズさん。いくら理念が正しくとも実証できなくて、うん、ね、一人ごと怖い。何事？でも街から出れねえか。うわーわーわー、すごい魔法打ってるやつがいるぞ。ブビャー、当たっちゃってる。ポン来てねえんだ。あ、ポン来たか。あ、来てる来てる、よかった。回復できないからポンがいなきゃ困っちゃうよ。ファズさん早ー、めげずに走り続ける。ダメだ。うわー、ぶっ飛びぶっ飛び、やばい、死ぬんじゃないこの高さ。バー、ギリギリギリのギリですこれ。猫ねー、回復して。うわー、危ない、みんな危ないよそこ。猫ねー、ありがとう。うわー、降ってくる。ファーズさん、さきさき行きすぎ。新宿ユリに向かってんの？独り言がいつも怖いって。メッセージ性がわからんのじゃ。ファーズさん攻撃されてますよ。あなた攻撃の手段持ってますか？ファーズさん一応杖持ってから魔法使いではあるんか。魔法だね、なんもファズに。ファズにじゃね、ファーズさんだ。進みましょう。やっぱりこれあれだね、真珠 QDM を目指してるね。なんか置いてんのか。乾燥者のキャあの力。何？ただの竜とは格が違うようだな。どの力、どの竜、竜がいるの？実は竜を研究してる人だから竜に関しては俺よりも詳しいはずだもんね。竜に対して人生を投げて、人生を捧げて研究してるタイプの人。行こう行こう。あ、ここの塔の下にの謎のドラゴンの死体関係してくる？あ、してこないの？これずっと気になってんだけど。これ、あ、クラーって見えないわ。ファズさん、もう我、あ、え？さっきのあの謎の壺の裏側に行くってことなの？結局これは。わかんないね。裏側来たよ。一定の犠牲なくして検証はできない。誰か犠牲にあった今。裏側だね。あ、裏側だ、裏側。うん。あれこそが全ての元凶たる竜。前、竜なのあれは。前から来てもいけなかった。裏から行ってどうにかなるもんなの？これは竜と表現していいのか。もうこれが竜に見えるぐらい竜を研究し尽くしたんだね、ファーズさんは。竜見すぎて、もう竜なら竜なんだ全部。そういう人。いたー、ファーズさん、あれファーズさんいなくなった。これ裏から近づけんだ。ボス戦か、潰すだけでおしまいか。あ、潰すだけ、あ、潰すだけでおしまいかーい。楽勝ですね。ブスがいるもんかと思ってたわ。え、ピンクリゼントドラゴンとは戦えないの？わかんないね。え、おしまい？え、おしまい？ファズさんは？死んだ？ファズー、ファズー、はい？ファズー、ファズー死んでるじゃん、本当に。あのつぶ、さっきの乱戦で亡くなっちゃったの？まあ奇跡は起こさない誓いを立てているので、ファーズはいくら仕方なく諦めましょう。ごめんねファーズ、死んじゃったもん、死んじゃったんだ。
人間死んだらどうにもなりません。竜の鼓動なんてものは自分にしか使わないのです。にゃーき、こんな状態になってマイホーム、あ、先に街が暗いな、全体暗めだわ、嫌だわ。なんか売ってるも増えたりするのかなと思ったけど、増えてそうだけど何が増えたのか分かんないや。うん、分かんない。やっぱ売ってるも明らかに増えてんだ。何が増えたんだ。どこでも同じもんが売ってるようになったんかな。いや、お家帰ろうっていうな感じですかね。ファーツさんが死んじゃったね、この日。けど過去なき世界もそんなだね。侵食があるのが怖いかな。けど全部止まる、今ので侵食止まったんかな、それもよくわかんない。けどまあとりあえずこんな感じで世界を救う。いやいや、そんな大それた。とりあえず明日温泉に入りに行こう。言うて世界の都合で今から寝るふりはするけど寝ないんだけどね。仕方ない。おやすみなさい。じゃあね、バイバイ。